はい、どうも皆さんこんにちは。ハチナイト8チャンネルのナイトレッサーということで、今回はですね、はい、圧巻 B 太郎さんの作る NHK 教育バトルのですね、はい、1話から8話を一気に見ていこう。はい、こちらやっていきたいと思います。はい、ついに来ましたよ。まあこのね、ウータンとかがね、まあ、魔界で戦うね、まあ、物語なんですけど、まあ、これ知ってる人も多いんじゃないかな、この教育バトル。圧巻 B 太郎さんもね、ちょっと有名なアニメーションの方なんですけど、はい、なんとね、インスタグラムの方の、まあ、DM のやり取りで、まあ、なんと許可をいただいたんですよね、リアクション動画のね。はい、なのでね、皆さんも早速ね見ていきたいと思います。まあ、総集編を見ます、今回は。あ、ちなみになんか注意事項とか、まあもう圧巻 B 太郎さんから言われたんですけど、まあ、なのでね、その注意事項を守ってね、ところどころね、まあ、カットしている部分があるので、そこら辺をご了承ください。では見ていきましょう。何これ、さあスタート。もう初手からカオスやけど、おポーポ VS ウータン来たよ。これめっちゃ激アツやん。銀河戦争以来だな、銀河戦争以来だよこれ。てかポーポめっちゃキモくなってるやん、お前。もうウータンもめっちゃキモくなってる。これあれやん、もう子供からの人気だな、下がりやぞ絶対。弱くするんだろう、力で。お、あ、でも今のところウータン押してるね。められたお前が、ウータン無視なの。お、捕まってるやん女の子が。この女の子あれじゃなかったっけ、ハルちゃんだっけ。その子、ウータンが自分の手を犠牲に。お前、ワンワン通らなかった。ガンキマリワンワン来たって。やばすぎだろ。めっちゃワンワン強そうなんやけど、なんか地味に。でも気持ち悪い、ちょっと。全員ムキムキなの、この登場するキャラクター。ピカピカブやばいって。もうウータン覚醒してるやん、完全に。まあ、ポーポもワンワンもみんな覚醒してるんだけど。おー、これでなんとかポーポを倒したね。ポーポのこと。これはどうなんだ今後は。ワンワンの運の素材万能やんけ。あ、腕生え、腕生えるんだね。最強やん、もう。ウータン率いる戦いを求め、幻の都チコランドを。なんだ、誰が出てくる。ここからワンワン通すは君。いや、ワンワン別の種族いたんかい。まさかお前に仲間がいる。ワンワンお前一種類だけじゃなくて、お前別の種族いたんかよ。もうな、猥褻その他すべての罪を犯し、めっちゃ罪を犯してんな、ワンワン。お前大丈夫か、ちょっと。そいつらも同じように裏切ろうとしてたんだろう。いや、うんって答えるな、そこは。うんって答えるな。まさか本当にウータンも疑うレベルだよ。首伸びるな。それにしてもなぜ宇宙戦争を終わらせた終末兵器がここに。宇宙戦争を終わらせたのウータンなの。めっちゃ強いね、ウータン。言葉を選ばして、ね、ま、待って、話せば。いや、もう首飛んだんやけど。強すぎだろ、ウータン。何？何これ、すげえ。シコランドへと通じる。なんだシコランド？放送事故やんけ。その扉を開けるには呪文が必要なんだ。お、ここでワンワンが活躍するのかな？なウータン。はい、ここで放送事故来ましたね、NHK の。これ知ってる人もいる。知ってる人いるかな、このワンワンの放送事故知ってるみんな。長いな、いつまで続ける気だ、その放送事故。ずっと続けんな、そんな長く。コリコリコリシコ、ちゃんとした呪文があるんかい。シコシコ、さっきの時間は何なんだ一体。ワンワンの謎の行動は何なの一体。ずっと首伸びてるままなんだけど。首長くしたまま行くな。どんな状態で行ってんだ。呼んだ。お風呂好き来た。お風呂は呼んだって呼んでないけどね。この空間の中では全てが無力。お風呂好きめっちゃ強いやん。どんな攻撃も水に引退したんだってね。お風呂好きめっちゃ強いね。てかめっちゃかっこいいやん、お風呂好き。やれやれ、相変わらずしぶといやつだ。それにしても何を考えてるの。呼んだんす、何それ。考察マグ、シンプルに死ねって言うな。バカな。ウータンが2人、どんなポーズに近づいてんのこいつら。肉体の誘拐とし分身もできるな、こいつ。間に合わないんだ、お風呂スキー。あ、やられるんじゃない、お風呂スキー。もうここでウータン来たよ。これどうすんの、これが本物ってこと。
舐めつぶし。ちっとおもちゃで遊んでる方が楽しいから、だからお風呂なんてなくなっちゃえばいいんだ。お風呂なくなったら汚いけどね。おー、はるちゃん学生服に変わってんね。人間チーム、もっとちゃんとした人間連れてこい。あれ、これが人間の代表ってことなのか。ワンワン横に伸びすぎだわ首。おー、ポーポー生きてるんかい。あ、そっか、でもポーポーも死んだわけじゃないもんね。おー、お前も生きてるんかい。お風呂好き呼んだ。呼んでないわ。7代目お姉さん。あー、やっぱはるちゃんなんだね。え、なにこれ。あ、すげえ。あー、はるちゃんが一番強いんだ。何言ってんねん、冗談。あー、うーたんが丁寧に隠してくれてる、優しい。形が原型とどめてないけど、これは戻ってくるかい。これは何、カービィか、お前。ワンワンでーす。やられてるやん。いきなりやられてるんだけど、ワンワン。先手取られてるやん。あっけない。残酷だな、人間。お前ちょっと、どうせ犯罪者かなんかだろ、人間。代表全員犯罪者かなんかだろ。なぜ黙って。お前のやつの。何が分かる。やつの何か。うわー、もう潰したやん、顔面。お風呂スキーもヒヤヒヤって言ってるし。え、なに。うわ、やばっ。え、ワンワンの能力ってこと、これが。めっちゃ目が下にいってる。なんかちょっと気持ち悪い。あ、やっぱワンワンの能力なんだね。ワンワンめっちゃ強くない？そしたら。だってさ、あの敵をさ、ほら、どんどんこうやってなっていってるやん。ワンワンめっちゃ強いやん。試合終了、2試合となります。5試合になるんかい。じゃねえ。ノッポさんじゃない、これ。ノッポさん来たよ。この人間の神経を少しのっぽさん、そういう系だったの。人間の神経いじったりする系だったの。いや、お風呂好き。発泡すぎ。お風呂好き。破壊お風呂好き、やられた。白身になったけど。やばい。さあ、ここでハルちゃんが動いたけど。足音はなくて。うぃ、のっぽさんめっちゃ強いやん。されたあ、もうアニメなんだよ、あの前らを皆殺しにするため。なんで脳みそメロンパンなんだよ、まったく。よみがえった。やばいやん、よみがえった。お、ポーポーやん。ポーポーと戦うの。主君に忠誠を伝えます。はい、裏切りきました。ノーサチッサ、ノーサチッサ、それな、マチチッサ好きだわ。お片付け時間だよ。ポーポーめっちゃバカだろ、絶対。ワンワンです。え、なに。おい、突っ込むな、堂々と。これ絶対死んだだろ。あー、なるほどね。あ、ウータン、こういう能力も使えるんだね。あの、脳みそに直接干渉できるんだ。何を見せられてるんだ、これは。ゴンタ。え、ゴンタ来るの。ちょっと待って、ゴンタも来るの。うわ、ゴンタ来た。でかすぎだろ、ゴンタ。やばいって。人間ども。人間ども、ウータンは魔族ですけど。あー、すげえ、すり抜けできるんだね。お、ワクワクさん来た。やったら、これどんどん出てくるな。みんなを楽しませてワクワクさせるのが作ってワクワク来たよ。紙でチョキチョキ、テープでペタペタ。うわ、ゴロリ、ゴロリ来た。ちょっと待って、ん、何これ。何これ。ちょっと待って、やばい、今ちょっとめっちゃテンション上がってるんだけど。やば、リアクション動画撮る中でおもろすぎて一番テンション上がってるかもしれん、この教育番組。ワクワクさん、いや、今ワンワンが捨て身でかばってるのにそれやる場合じゃないだろう。何してんだ、捨て身で。ワンワンに加勢して倒してからやれ、ね。まあ、倒してからでも微妙だけど。合体して。この3人の必殺技みたいなのあるんだね。次はロリ君はモストロロケット来た。連鎖することができる。え、これ大ピンチじゃない、この星ごとこんなことに。お風呂スキー来た。めっちゃかっこいいやん、お風呂スキーの技。薬用石鹸ミューズのどっかで聞いたことある名前だな。ウータン、めっちゃ手をつけよう。わー、来た、ゴロリ V、ゴロリ&ワクワクさん&あ、VS、お風呂スキー&ウータンでしょ。あ、ウータン、手切られたよ。あら、不思議、取り込まれたけど。あ、なるほどね、ワクワクさんは取り込んだやつも自由自在に操れるんだ。あ、ゴンタに食べられてるやん、首っていうか、あっさり。どれだけ、まだくたばっじゃない。この両方のさ、作る系の番組、やれやれ。何これ。
ボスだ。これはあ、でも今のところはなんかノッポさんが押してる感あるよね。ダンボールノッポさんも強いなって思ったら一瞬でやられちゃった。反省したんだよ。あー、ゴンタ怒ってるやん、めっちゃ。なんか呪文炎症みたいなの始まったけど。やめろ、この星もお前も消滅するぞ。お前ウータン自身も消滅するし、この星も消滅するのがちょっとヤバいやん、それ。あー、ウータンヤバ。めっちゃ進化してるやん、もう。で、これ相変わらずピカピカブート。あ、でもやっぱ違うね、ちょっと色が。君が来ちゃった。うわ、やば、めっちゃ激アツバトルやん。え、これどっちが勝つんだろう。隕石降ってきた。隕石降ってくるのはエグいって、もうワクワクさもキーって言ってるやん。ストレッチマン来た。ストレッチマンでしょ、この黄色のやつ。ストレッチマン、ほら。ありとあらゆる NHK のキャラ入れてくるね。まあ、NHK 教育バトルだからね。うわ、逃げてった金色の武神。あ、師匠なんだ。はい、ということで今回ですね、圧巻ビー太郎さんの作る NHK 教育バトルのですね、はい、1話から8話を見ていきました。まだね、圧巻ビー太郎さんのチャンネル登録をしていないよという方はね、ぜひチャンネル登録を、そして私ナイトのチャンネル登録をしていないよという方はね、ぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。あ、よろしければね、高評価ベルボタンのクリックも忘れずに。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。